教育系 YouTuber の呼び乗り匠です。普段はですね、大学生向けの授業動画を配信していて、その授業は主に理系向けのものになってて、数学、物理がメインで動画配信してます。そうですね、実際に現場でそういう AI とかを活用するエンジニアの人が見てるなというのはコメントからは感じたりしますし、普段見てくれているのかなというのは感じております。もちろん一般向けに広く機械学習とは何かとか深層学習とは何かとかっていうテーマを扱ったことはあるんですけど、そういったものはもちろん再生数は多くなって多くの人見られるんですけど、今言ったエンジニアの方とかが実際見るのはもっと具体的な数学のこの部分がわからないっていう本当にポイントポイント要所要所の動画を見てくださってるイメージがあります。機械学習とか AI の技術自体はおそらく一般の人が思っているよりずいぶん前からあるんですけど、やっぱり最近の変化で大きいのはそれが我々の目に触れるようになってきたことだと思うんですよね。なのでそういった AI の技術が身近に使えるようになってきていて、例えば自分が好きな分野で言うと、将棋、ボードゲームが好きなんですけど、特に将棋が好きで、将棋だとそのどんどんいろいろな放送を見てても評価値っていうどっちが AI 的に勝っているかっていう数値が出たりするんですよね。そういうのが目に見えてきてるんで、一般の人がより AI とかを身近に感じていて、これってこの数字ってどういった理屈でできてるんだろうとかが気になってくると思うんですよね。これはすごく多くの人見られた動画なんですけど、将棋の AI の歴史の全解説をしたことがあって、多分1時間半ぐらい近い動画なんですけども、将棋 AI っていうものの本当の初めの誕生から、最近の本当に人間を超えてしまったと言われるレベルの将棋 AI までの歴史を全部解説したことがあって、本当に自分の想像していた以上の人に見られて、すごく嬉しかったんですけど、その時には、どういう苦悩があったかとかどういう技術革新があったかっていうのを要所要所しっかり話していくことによって、興味を常に持ってもらうというのを意識して作りました。AI っていう言葉自体はすごく広いので、機械学習という、その AI が学習していく、過程ですよね。その中で、数学は何か目的があって、でそれをデータから抽出してその目的に沿ったものを出力するってものを作らなきゃいけないんですけど、その時にその出力するものが本当の正解とどれだけ離れてるのかとか、離れてたらどのように改善すべきなのかというのも数学が行ってるんですけども、例えば高校数学で習う微分とかっていうのは、あるものをちょっと変化させた時に別のものがどれぐらい変化するかっていうのを表している量なんですけど、例えば今言ったデータの話でいうと、出力したいものと本当のものの正解がこれだけずれていたから、じゃあこっちもこれだけ変えようっていう時に、微分的技術が使われたりとかはするんですけど、そういう意味では、数学は本当に当たり前のように機械学習の中には使われています。統計学はそうですね、大量の数値のデータとかから、自分たちにとって意味のあるものを抽出する過程だと思うんですけど、例えば一番我々の生活に身近な、統計の量でいうと平均値ですね。例えば、じゃあ中学3年生の、全員の身長の数値のデータをもらえたとしても、我々は一瞬それを見て何も理解ができないんですけど、その中から平均値っていうものを一つ見るとある程度そのデータの傾向は見れますよね。なのでそういう意味で、統計学っていうのは大量の数値の中から意味のあるものを抽出する作業なんですけど、機械学習とかデータサイエンスっていうのは大量のデータを扱うんで、大量のデータをどう工夫してまとめて自分たちの有用なものにするかという過程で統計学は使われています。データは僕の研究のバックグラウンドも踏まえて答えると、データとは食べ物であるというふうに思ってて、それはどうしてかっていうと、もちろん一番単純に考えたら、AI が学習するのに必要なものなので、AI にとっての食べ物という意味もあるし、僕がやっていた研究のそれこそ情報熱力学で、あれはもう一つの理論なので、それで何を対象にするかっていうのも大事なんですけど、僕が対象としていたのは、生物、中でも、大腸菌の化学創生っていう、大腸菌が外の環境の情報を読み取って体内でその情報を伝えるっていう情報伝達を研究してたんですけど、その読み取るものっていうのは、例えば、大腸菌にとっての栄養素の濃度だったりするんですけど、そういうものを読み取って自身の進む方向を決めてるんですよね。なのでそういう意味でも情報は食べ物だっていう、なんとなくした、漠然としたイメージがあって、さらに食べ物で重要なのは、人間で食べ物を食べるだけでは栄養は取れなくて、食べ物をどうやって消化するかが大事だと思うんですけども、その消化っていうのが、例
例えばデータから我々が、まあ、統計学とかを使って分析して有用なものにするっていう過程だと思ってるんで、まあ、そのデータとは何かって言われたら、その消化前の食べ物だっていう認識があります。インパクトは常に与えると思うんですけども、まあ中でもよく言われているのは、なんかまあどの職業がなくなるとかなくならないとかって話があると思うんですけども、まあもう未来がわからなすぎるので、僕自身としてはまあ心配しすぎてもしょうがないというイメージがあるんですけど、まあ、AI の技術が出てきて、うまく使いこなせる人と使いこなせない人の差は大きく出てくると思うので、まあ、その時にそうですね、まあ、大きいインパクトがあった時に負の意味でそれを受け取らないためには、まあ、新しいものはどんどん手に取って活用していくべきなのかなというふうに思っています。まあ、2年後3年後役に立つのは数学だと信じているので、やっぱり新しいものを試すっていうのは何かそのハードルを下げるためにはすごく必要だと思うんですけども、データサイエンスも数学と統計学がベースにあることはずっと変わらないはずなので、まあいろんな時代の流れに翻弄されないためにも、まあしっかりとした数学の基礎学力が必要なのは間違いないかなと思っています。